コラボス、関西百名山。ワウワウ。5月19日、時刻は7時11分にな、12分ですかね。はい、ありました。もうここ滋賀県 JR 野洲駅に降り立ちました。本日我々は、第24座目となる三上山、大御富士ですねに登りまして、その後、ちっちゃい山だそうなので、ちょっと三山縦走しまして、ゴールはなんと初めての竜王アウトレットの方に降りて、おっかいものをして帰りたいと思っております。それでは直撃です。天気は曇り空です。上がりました、雨上がりました。三上山が見えてきました。というよりも、あの電車からもずっと見えてますね、はい、この象徴する、確かにこれは大御富士と呼びたくなるような山の形ですね。ちっちゃ楽しみ楽しみ。麦らしいです。めっちゃ麦、米じゃなくって麦。面白いね。お、面白いというか、なかなか大阪じゃ見ない風景で面白い。近づいてきましたよ、はい、あの後ろの山とかが、田中山とか妙見、じゃあ妙法寺山、田中山、旗振山、旗振山は別名相場山、米相場ですね、きっとね。米相場の旗振っとったんや。あ、そうや、楽しみやな。六甲にもあるやろ、旗振山。三上四山になりますね、旗振山入れると、はい、三上四山重曹です。42分ですね、まず三上神社の方面へ Google ナビでやってきました。で、今日はちょっと悩んだんですけど、やっぱり初めなんで表登山道から行こうかなというふうに思います、はい、ここは分岐やね。分岐ですね。裏登山道から行って途中で分かれるみたいな登り方もあるらしいんやけどね。一応こっち、はい、行ってみたいと思います。人のお家やん、うん、そうやね。雨予報やったんですけど、うまい具合夜中のうちに雨が上がってくれまして、まあそれなのでちょっと岩がしっとり濡れてる感じはありますが、でもいい雰囲気の登山道ですね。はい、はい、時刻は7時48分、駅から35分が経過。歴史深い建物がもうね、でも昔の家屋やったんやね、この作りがね。100メートルで山頂まで。あっちまで終わり。のんびり行こうよ。あ、そうそう、ここでね、こっちで裏道に行くんか。そうそうそう。で、さっきの人んちの真横を通らんでもええみたいな。みんなこっちから来る人多いみたいね。なんかあれやね、昔からこの富士山の形からして信仰が。神社があんな上に。お寺の後？そうそう、なんかあって言って三上山は432メートル。おお、ムカデ山と呼ぶことがあります。へえ、生駒まで見えんねんて。妙見堂跡。ああ、はいはいはい、ここね。非常に歩きやすい道です。
まあ、そのメタボ診断ができるという我々ですね、きっとね、これね、はい、これかわいい看板やな。あ、我々今まで 20m 行ってみましょう。はい、地元のあれ子供たちが作ったのがすごい立派立体こっちだよやてかわいい。あ、そこアクセルついてるね、そこだね。これまたね、滑るからね、上手岩の二の舞になったらあかんからね、慎重にいかなかった。よいしょ。あ、入れるんかな、なんか。意外と広い、下ろしたら楽勝。いけそう、俺でも。あ、全然余裕。はい、パス。リュウさん。まあちょっとあれですね、肩幅狭いし小柄なんで、これは余裕ですねこれ余裕です。行きましたね。あの岩こんな感じでね、なんていうかうまいこと割れ目ねえ、すごいね。でこのメタボ診断不安だという方はちゃんと巻き道もありますので、あ、ほんまええ道あるね。はい、巻き道もあります。そう、いっぱいあるね。岩出て左に取ると、おお、あと 200m 頑張って登りましょう。へえ、これ登れるやん、これ。あ、そうこの岩、あ、上から見えるで、割れてるの。あ、そう、ぽよん。うわ、すごい。何気にすごいね。あ、土がまだ残ってる。おい、面白いね。自然のやることっていうのは面白いわ。合流するらしいです。まあ、楽な方で行ってみよう。岩が増えてきたね。へえ、低い山やのにな。通ってきた麦畑が見えます。ああ、ほんまや。雨上がりやからやっぱ綺麗。綺麗綺麗綺麗。いやー気持ちいいわ。
あ、ちょっと若干日が差し始めてんのがまた綺麗やね。うん。粘りがあるそうです。ここ書いてます。もちつつ。もちもち。粘っとするよ。わからんわ。わからんか。ちょっと前に来たら綺麗やったやろね。はい、8時19分、展望台に到着しました。あ、あるあるある。あの、山がね、案内板がついてるって書いてある。おお。意外とこれ滑りやすそうや、ね。これが比叡山ね。うん、ずーっと来てこの辺ポンポン山。あ、うん、あれ手前のあの山が竜王山やで。あ、帰りあの辺に行くんちゃうの、竜王。おお、そうやな。あれが名神高速やろ、ランタンな。うん。だからあっちをぐるーっと回ってあの辺がゴールだね。アウトレットは見えんのか、なんかあそこにごちゃごちゃってあるの、あれちゃうの、アウトレット。どうやろうな、そうかもしれん。8時22分ですね。あ、もうこれ着いたん。え、これじゃないの。あ、大見淵って書いてるわ、そこ。うん、三角点は田んぼの中らしいからちょっと鳥居から入られへんかってのもあれですけど、失礼して。あ、三上山って書いてある。はい、着きました。関西百名山第24座、はい、駅から 3.9 キロですね。大見富士432メートル。10度。はい。はい、24座無事登頂しました。ありがとう。友達上に登っていくんか。うん、で、北の山頂じゃないんやな、メガント。ほんまやね。あそこら辺が山頂なんちゃうんですね。北の重層路に入りますから。はい。どっちかというとここちゃう。お前で。きっと三角点はこの辺やろって感じやね。一応ターチ。あ、だってここ山頂って書いてる。お前。そこやねんって感じだね。きっと、あそこはあの、こっちがほんまやろって感じするね。お前、ここに書いてあるわ。432メートル。おお、そっちちゃうの、希望が丘のほうって。あ、そうやね。結構急です。これを左ですね。はい。はい。この方向いて。花見鳥公園。なんて読むかわからんけどね。そっち方面に進みます。いいな。左行くと三上山山頂ってなってるで。ここもう一個先になんか分岐あるやろ。結構一般向きやら見客向きやらいろいろあるでここ。うん、そうだね。うん、そして結構きついでこれ勾配。結構きついだ。妙見道経由表、登山口。そうそう、ここにね、北尾根縦走路入り口って書いてあるでしょ。うん、これがあの三上山の裾野みたいなところをぐるっと一周するようについてる道で、ここから縦走路取れます。
お、ほら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 。どれどれ。ほら。おお。これ面白いな。うん。さっきの北尾根縦走路のところをぐるっとやっと中腹をぐるっと一周できるというコースで、から、北尾根縦走路に外れて今こう来てますと、はい、はい、今田中山に向かってます、はい、お、ここね、はい、妙高寺山田中山、はい、これ合わせて三山ね、三上三山三上三山、ああ、はい、北尾根縦走路です。うわ、何やこれ、えらい滑りそうな、まためっちゃ立派に見える、振り返れば三上山、三上山うん、これいいやん、うん、案内もしっかりしてるのがいいね、うん、今日のおやつ、まあ、いつものオートミールクッキー、今日はさっぱり版ね、うん、おいしい、これも小さく単語2010年単語、うん、これ私初めてね出たウルトラマラソンなんですよ、8年前にね、うん、今大会は9月の3連休の中日にあるので、次の日も休めるというのがポイントですね、完走しまして涙ながらに完走した思い出深い大会です。ちょっと着物風になってます。薬局で癒されかった時ね、うん、ほいほい、詳しくは純子の足元にいて、うん、晴れてきたね、うん、暑くなってきた、暑くなってきた、いや、これは、これはこの縦走路から見る三上山っていうのがなかなかいいね、うん、さっきまであの三上山に登る人と何人かすれ違ったんですが、こっちに来ると誰もいません、うん、負けんねんけど、くぐり抜けられるらしい、よっ、へぇ、ほら、なんか、そこの下に看板あったね、うん、重走路で、すごいな、迂回すんやったらこの右からも迂回できるよってことね、うん、こう、これ行ってみようか、うん、すごいな、でかいわすごい、あ、すごい、おお、すごい、正面に三上山、これこの上に登ったらもう一つすごいな、きっと、ここなんか書いてるね、マーキング。よしよしよし、はい、なんとかは高いところが好き天下取った感じになっております。そしてお、かっこいい三上山、なんじゃ、なんかわからんな、帰ってから調べましょう、東光寺日陽山、うん、はい、あっちの方があるやろな、田中山と、うんうん、妙光寺山、うんうん、ここを書いてますね、うん、ずっとついてるからわかりやすいですよ、うん、ね、はい、行ってみましょう、先頭は蜘蛛の餌食です、え、先頭は蜘蛛の巣の餌食ですそうそう、新鮮な蜘蛛の巣が満タン、眺めがね、いいコースでね、さすが尾根コースというだけあ
あって、ただ足元がざれているので足元注意ですね。田中山右手が誰？よ。これほら東高寺。あ、ほんまや。ほんまや。左に行くと妙高寺。へえ。40分、妙高寺山到着です。これはちょっと残念ながら全然展望が開けませんね。雲の巣だらけ。この付近はイノシシ掘り起こしたばっかりの跡がいっぱいあったので、うん、奴らがいてるのかなと思われます。ちょっと早々に退散します。ちょっと若干だけピストンして磨崖仏の方面へ向かいたいと思います。はい、来ました。ここから磨崖仏方面に向かいます。何時かな？9時43分。9時43分ですね。あーちょっとこけました。さらに乾いた尾根沿いだったんですが、今度はジャングルっぽい雰囲気になってきました。湿度がまた上がってきましたね。シダの葉が多いです。ほんまや。足元気をつけましょう。よく滑ります。おーすごい。妙高寺磨崖仏登山口。磨崖仏70メートル。磨崖仏行きます。すぐやだ。何やこの本の穴みたいな。なんだろうね。神社。こらがあるね。部屋がそこね。そこやん。あった？この上の道行った方が近くで見えるやん。あー、ほんまや、ほんまや、ほんまや。まあ、これ立派。すごい立派やわ、一枚岩に。おー、すごいな。うん、よく掘り込んである。鎌倉時代。ちょっと写真撮らせていただいて。雨上がりに、ね、緑に包まれて、すごい神聖やね。害がなくなってる。矢印付き。なかなか順調ですね。で？で？こっちやな。妙高寺の登山口。なんて田中山の標識なんか全然出てけへんなってね。そうやな。はい、はい、鳥居のゲートから一旦舗装路に出ます。イノシシ対策、いてますわ。この山域は完全にイノシシが。はい、出ます。はい、出ます。これ絶対閉めとかんと。銅鐸古代の里巡り。へえ。これですね。ポイントはこれですよ。はい。磨崖仏希望が丘文化公園両方とも生かすに、はいはい、墓の中を通る。あそこちゃう。
な。おお、こんなとこに書いてあるのか。あのさっきの白いゲートをすぐ左に曲がって、うん、左のキワキワを通って来たらよろしいかと思われます。はい。これなあ。カブトヤ。ちょっとわからんわ。通ってきた重層路見えてるね。お前、いや結構遠かった。頑張ろう。ハザフリ山。ああ、相場山ね。280メートル。あ、来ましたか。相場フリ山。時刻は10時29分。スタートから3時間16分が経過。今日の相場。走ってみ。今日の相場。あ、確かにこっちから見えるねきっと。へえ。何円ですか米。130円ガソリンかかあかあ相場振り山でした。着きました。タッチ田中山292m。 いやなんせね勾配急やしざれてるから、やりました関西 100m その24その2 タッチ。これであれですね、三上四山重層完了ですね。あ、そうなんや。はい、三上山、妙法寺山、旗振山、田中山、これで四山です。で、このままあの JR 方面に降りて、あの篠原駅で帰るというパターンの人も多いみたいです。うん。で、我々は岡いものに向かいます。竜王やね。はい、竜王です。ジャングルのようです。あの今朝まで雨が残っていたせいでしょうか、あの登山者がほぼいなくてですね、竜ちゃんが蜘蛛の巣の餌食になっております。棒でかき分けておりますかっこいい希望が丘文化公園です。はい、立派な公園ですね。時刻は10時56分、はい、距離は間もなく10キロですね、スタートから、はい、3時間44分が経過しました、はい、なかなかね、神経使うあのザレバ下りが多くってね、うん、あのいろんな要素がギュッと詰まってたね、うん、ここでお昼にします。はい、希望が丘公園の中にいます、うん、この中っていうか、あの左方向に登山道がついてるみたいですね、はい、いや、しかし立派、めっちゃ広い。だだっ広いね。おお、めっちゃ広い。お弁当広げ放題。クロスカントリーのコースもあるらしいです。おお。14分お弁当タイム。今日のお弁当、小松菜とツナと卵の炒め物、タコと人参のアヒージョ、カブの漬物、発作で豆ご飯。いただきます。はい、場所あったね。場所ですねこれ。ナイスナイス。うん、あっちがあの登山道になるみたいですね。はい。はい。あの勝負の花を眺めながらなかなかいいお弁当タイムです、うん、はい、時刻は11時31分、15分程度あのお昼休憩をしまして、こうですね、こうこっちに次の後半戦スタートです。はい、はい、次は竜王に向けていくんですけども、この城山登山口をまず目指しますね。公園良かったね、無料でね、うん、寒っ、まあ、寒いな。H の28、うん、この脇道を右に入ってみたいと思います。はい、いいなこれ。ずっ
っと細かなアップダウンが続くらしいよ。アップアップやん。どうしよう、これは城山携帯電話置いた。あらら、誰か落としたんやね。城山の神、手押すよ。へぇー、286m。あれや、おお。鏡山。まっすぐ。こっち行くと希望が丘、さっきの。公園。ということはこっちから戻ってくると思われてますね。こっちに行くと推しの花。伊勢堂峠。どこ？おうおう。まっすぐやね。わかりやすい。分岐が。おう。景色ええの？ちょっと待って、この立石山282m、 285。何山？立石山。へー、12時30分。はい、何座目や一体。もうね、重装しまくり。タッチ24じゃそのなんとかめっちゃあるな。いやでも鏡山が一番高いみたいやで、ここら辺のあれで。そうやな、300何倍もな。あのこの女性もうめっちゃ大変やったよね。これに急坂を何遍か、うん、ってやや産むほんまかいな。出産の苦しみに近いもんがあるからやや産み坂かなってことかな。はあ、ここ喉の先見跡、お茶屋さんかなんかあったんかな、うん、あ、やっぱり古くから往来があったんやね、ここは。一つのポイントね、やや海坂。おお、すごい。ここやで。ここまでの獲得記録は1166m となっております。これ細かなアップダウンでね、意外と、おー素晴らしい。時刻は12時57分。今日の最後のピーク、鏡山に到着しました。いや結構きつかった。384。やりました、イエーイ、イエーイ。あとは下るだけ、ああイエーイ。あ、しんどかったな。なんとなんとなんと、ここが13時1分です。竜王山頂上やって。知らんかった、めっちゃ立派。でも、ちょっとテンポはないけど。竜神の社。社というかというかやな。おー、これが竜王山なんだ。木が茂ってない時には一望できたのかな。はあ。展望の広場とかある？絶対見えへんわ。そこにあるわ、デッキ、ウッドデッキみたいなのが。ああ、ほんまや。うん。あ、絶対見えへんな。じゃあ、ルートに乗っ取って進みましょう。はい。あ、ファイティングね。下山方面。どっちも下山方向やな。右やな、右。あれでも散策道下山方向って書いてんな。寺跡、うん、この、寺の跡は三号箱石山と称した、なんていうか神社。
聖徳太子の創建されたお寺。うん、あ、焼けたんだね。うん、ここにあったんか。古い石垣が残っている。古そうやなこれまた。これは、うん、なんか歴史深そう。三尊石仏、阿弥陀。中世以前のものと推考されます。へえ、なんかそんなオーラ出てるね。さよなら。散策道です。あの、うっそうとしててなんかちょっと怖いぐらいね。あのイノシシの掘り起こしたとかもそこら中にあってね、獣感半端ない。まあでも、まあちょっとね、あの獣の足跡とでごっちゃになって登山道が今若干わかりにくいとこあったんですが、やっぱりわからんくなったらあの正しいとこまで引き返すのが鉄則かと思います。無事あの散策道にオンルートです。淡水寺の迂回コースやて。わあ、埋もれんねんな、これが水で。今でもだいぶ多いもんな。そりゃ淡水そうやわ。ビリやねん。すごい。動けるわ。うん、まあ、なんとか行きます。さらにこれ完遂したらそっちに向かいコースがあると。うん、うわ立派な池、ここから見るとまた大きいよ。うん、竜王八景です。はい、八景に数えられる。おそらくこれですね。こうなんか通れるんですね。ちょっと寄り道。うわすごいやん。量を感じるね。ちょっと青空が欲しいけどね。おすごい。ハイキングコース抜けたらすごいところに出てきましたよ。ハイキングコース書いてるわ。あ、ほんまや、うん、お世話になったナルダインルートです、うん、そしてじゃあ左側をご覧ください。なんとなんとやりました。何年かぶりかのアウトレットの週末です。時刻は13時49分。やりました、早く出てきた甲斐がありました。これでちょっとゆっくりアウトレットでお買い物。ここからですね、なんとあの京都駅八丈口まで1時間1本ぐらいですかね、1000円であの乗せてくれるバスがあるそうなんで、帰りはそれで帰りたいと思っております。はい、どうでしたか龍二さん。今日はちょっと膝が痛いんですかね。なんかあの滑って3回ぐらいこけてありましたけども、ちょっと膝の踏ん張りが効かないみたいですね。お大事になさってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ああ4分で着くそうです。うん、ということで、それではまた次回お会いしましょう。